チメリン1は、人の CHN1 遺伝子にコードされている、タンパク質である。α-1 チメリン N チメリンとしても知られている。チメリン1は GTP 結合タンパク質ラックに、特異的な GTP アーゼ活性化タンパク質である。主に脳で発現しており、シグナル伝達に関与していると考えられている。この遺伝子は、P21 ラックのための GTP アーゼ。 活性化タンパク質、ホルボールエステル受容体を高度している。チメリン1は、眼球運動軸作経路探索において、重要な役割を果たしている。CHN1 は、N 末端の SH2 ドメイン、C 末端のローギャップドメイン、中央に位置する、プロテインキナーゼシーと、類似した C1 ドメインの3つのドメインからなる、タンパク質である。脂質メッセンジャーであるジアシルグリセロールが、 C1 ドメインに結合するとき、CHN1 は細胞膜へ移行し、ローファミリー低分子量 GTPR ゼラック1及び CDC42 オフに調節する。ゆえに、軸索樹状突起の末端を取り除くことによって、軸索の形態学的変化が引き起こされる。変異解析によって、ローギャップドメインの重複していない残機がラック1結合及び、 ラック1ギャップ活性に関与していることが示唆されている。脂質セカンドメッセンジャー DAG を模倣する天然化合物であるホルボールエステルによる CHN1 のローギャップ活性の制御は治療のための薬剤設計の一つの可能性を提示している。この遺伝子のヘテロ接合ミスセンス変異はデュアン眼球抗体症候群2を引き起こす。ありがとうございます。